湘南モノレール500系電車は、1988年に登場した湘南モノレールの懸垂式モノレール車両である。湘南モノレール初の冷房車として登場した。1991年まで増備が行われ、最大で3両編成6本が在籍していた。車体はアルミ合金製。400型よりも前、側面窓は縮小され、車体側面の裾絞りもなくなり、 直線的なスタイルになった。中間車は、先頭車と同等の設計となり、車長、窓置が統一された。また、全車電動車編成となったため、モーターの出力が下げられている。編成定員は228名。当初は501から、車両番号が不満されたが、その後ラッシュ時対策改造がなされた際に551からの不満とされた。 最初に投入された501号は561号に改版された。この車両は他の500系編成と比べ全面上部カバーが若干後部に下がっているのが特徴である。車内は暖色系で統一されている。両端の車両には折りたたみ式の座席が角度は空きに一箇所ずつ設置されているが、これは当初ロングシートだったものからラッシュ時対策で改造されたもので、 朝のラッシュ時は施錠され、それが過ぎると解除して使用可能とされる5月1日から投入された。客用扉は片開き式で、ドアチャイムは装備されていない。400型とは異なり、扉窓は登場当初から2枚窓となっている。なお、冷房設備の搭載に伴い、客室応流ファン装置が廃止されている。556号には、 座席カバーに広告を入れていた時期もあったが、しばらくして撤去された。最初の編成が落成してから20年を経過した2007年11月末頃より、順次5000経営に置き換えが行われた。2008年1月下旬には553編成が営業を離脱し2008年2月1日付で廃車となった。続けて、2010年11月には561。 編成が運用を離脱している。また、2014年には555編成が運用を、離脱。2015年12月には557編成が引退。翌日より部品取り等の作業が行われ解体搬出された。これにより、湘南モノレールから片開きの車両は姿を消すことになった。2016年3月には559編成が引退し、 同年6月26日には、最後の編成となる551編成が、大船駅12時37分発、湘南深沢行を最後に、定期運用を離脱し引退した。廃車後は551の先頭部が、カットモデルとして本社内に保存、展示されている。ありがとうございます。